ルネスはかつて山梨県ニラサ市に存在した会、北商業開発が運営していたショッピングセンターである。ニラサ駅前に地上3階、地下1階のショッピングセンターとして1984年10月に開業。伊東洋葛道を各店舗とする45のテナントが入居していた。開業当時は甲府市中心部に百貨店があるのみで郊外は 未開発だったこと、また駅前の一等地であったため、賑わいを見せ、1992年には最高の売り上げを記録した。各店舗の伊藤洋華堂にらさ崎店は、開店当初から1992年度までは、売り上げ高約55億円から56億円を上げていた。しかし、その後はバブル景気の崩壊による不況に加えて、 1998年10月2日に中駒郡たとみ町へユニーがアピタたとみ店を開業し各店舗の伊東洋華道自身も2000年2月2日に中駒郡昭和町へ大型ショッピングセンターの甲府昭和店を開業するなど郊外型大型店の進出などで競争が激化して売り上げが低迷したため伊東洋華道にラサキ店は2004年8月に閉店となった 伊東洋華堂に代わる各店舗として2004年9月に小木のニラサキルネス店が出店したが売り上げが伸び悩んだため2007年8月26日に閉店となった小木のの閉店後も営業を続けたがニラサキ市は神谷2丁目の JR ニラサキ駅北側のライフガーデンニラサキと飼イノシ田の国道2 5号沿いのラザンウオーク、飼イノフタという2つの大型所 ピングセンターが共に2009年4月に開業することもあり、その直前の同年3月末に閉店となった。土地と建物は、ニラ市に売却され、2010年10月から改修工事を行って、図書館、市民プラザ子育て支援センターなど多様な機能を集約化した2011年9月に、ニラ市民交流センター、ニコリが開館した。 abcde, 小木の、に崎ルネスから、撤退営業3年、売上伸びず。山梨日日新聞。abcde, fg, 洋稼堂、ハトマーク、取り外し駅前のシンボル消えるに崎。毎日新聞。abcd, に崎駅前 SC3 月末閉店、解体へ。山梨日日新聞。ショッピングセンター、に崎駅前、ルネス。 来月末で閉店。毎日新聞。AB、図書館や子育て施設整備にらさき、市民交流センター、18日着工。山梨日日新聞。ユニー、アピタタトミ店開店。日本食料新聞。伊東洋華堂、甲府昭和店開店。日本食料新聞。大型店バトル加熱資金距離に、SC2 店オープン前、にらさき地元小売店。 ダメージ大きい。山梨日日新聞。ニラサキ、キュールネス氏が取得。再利用委員会が意見集約図書館隔に検討。山梨日日新聞。ニコリ来館者100万人突破ニラサキ。朝日新聞。ありがとうございます。